はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は介護福祉士正社員10年目34歳の方の給与明細です仕事内容は利用者の排泄や入浴、食事の世話、機能訓練サービスの提供仕事に必要な資格やスキルは介護福祉士、ケアマネージャー社会福祉士、社会福祉主事、主任者研修、実務者研修勤務時間が1日8時間の残業ほぼなし 収入が月収12万、年収300万、ボーナスが夏冬合わせて60万。で、この仕事に就きたい方へのアドバイスとしては、未経験からでも始められる人との関わりが好きな人方が向いていると思います。関わりに正解はないので、完璧主義は向いてないと思います。給料は一般的に見たら低いですが、それを了解した上でそれを了解した上で勤務できるかの覚悟があるかとなっています。 で、で給与明細です基本給が15万5700円。時間外が2246円。特殊業務手当5500円。で、えー、以上ですかね。で、総支給が12万2884円。で、えー、そこから控除が引かれて、手取りが8万くらいですかね。8万くらいになってくる。 あ違いますね総支給が16万3446円でで控除が4万562円で手取りが12万2884円となっていますやっぱり介護は給料低いところは低いんですけど、えー、低いところでも経験していいところに移ったら手取り、まあ、20万くらいにはなると思うのでやっぱり働く場所かなっていうふうに思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録お願いします